こんにちは、原裕太郎です。この度、YouTube チャンネルを開設しました。チャンネル名は、裕太郎 GK チャンネルと言います。今回、YouTube を始めた理由として、日本のゴールキーパーを育成、進化させていきたいと思い、そして世界でもっと日本のゴールキーパーが活躍できる手助けをしたいと思い、今回 YouTube チャンネルを開設しました。僕自身、ゴールキーパーとして J リーグでプレーしてきました。その中で、日本のゴールキーパーのレベル、育成環境など多くの視点からゴールキーパーについて考えるようになり、もっとゴールキーパーの育成環境を良くしたい、そしてゴールキーパーをやりたい、子供を増やしたい、そういう思いがとても現役中に強く感じるようになりました。やっぱり世界で比べると大きな差はあるとは思います。ではなんでそんなに差が生まれてしまうのか、海外ではなんでそんなに若くして良いゴールキーパーが育つのか、僕自身すごい気になりますし、皆さんも気になると思います。僕自身勉強し学んで、日本のゴールキーパーのために活動を発信していきたいと考えています。日本でサッカーを始める子どもたちがゴールキーパーをやりたいと、ゴールキーパーが一番日本で人気のあるポジションになり、今後日本から世界で活躍するゴールキーパーの育成の力になっていきたいと強く思っております。こういうような思いが強く、裕太郎 GK チャンネルを通してゴールキーパーに特化したものを視聴者の皆様に伝えていきたいと思います。どんなことをやっていくかというと、現段階では、対談3分動画配信セッションです。対談では現役のプロサッカー選手をはじめ、元プロサッカー選手、海外の選手、コーチやフィジカルコーチ、エージェントなど、様々な角度からゴールキーパーについて対談していきたいと考えています。またゴールキーパーのことだけでなく、日本と世界のサッカーの違いや、世界で活躍している選手はどのようなトレーニングをしているかなど発信していきたいと考えています。3分動画配信では、いくつかあるサッカーに関する記事を僕自身が選び、その記事に対して僕の意見を発信していくコーナーとなっております。ゴールキーパーに関する記事はもちろん、各リーグの試合結果や内容などについても幅広く僕の意見を発信していきたいと思います。こちらの方も皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。セッションでは、現段階ではコロナウイルスの影響で行うことは難しいですが、コロナウイルスが落ち着いたら、ゴールキーパートレーニングの紹介だったり、プレーの解説を動画にして発信していくのと、いろいろな選手と PK 対決やフリーキック対決といった見てくださる皆様が楽しんでいただけるようなものを配信していきたいと考えております。また、プレゼント企画もやっていきますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。そして、今回 YouTube 立ち上げに上がり、ワンスポーツ、GK アイコン、カルマといった3つのイギリスのゴールキーパーブランドからグローブ、ウェアスポンサーとしてグローブやウェア、サイングローブのご提供、対談相手のご紹介をなんとサポートしていただけることになりました。今後はこれらのブランドの製品を着用使用して YouTube の撮影とブランドの宣伝をさせていただきたいと思います。こちらの方も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。こんな感じで、裕太郎 GK チャンネルの方をやっていきたいと思います。日本のゴールキーパーのために、日本のサッカーのために少しでも貢献できるように、そして見てくださる皆様にとって少しでもためになる動画、楽しんでいただける動画をこれから配信していきたいと思います。それでは、第1回の配信を楽しみにしていてください。そして皆さん、裕太郎 GK チャンネルのチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。